じゃあ行きまーす。はーい。こんばんは。楽しいライブの後はちょっとしっとりとした感じで、お紹介からいきます。私たちは濡れ子供と申します。でギターと口笛でいろいろ映画音楽とかいろんなインストものをカバーしているユニットですね。まあいろいろ飲みながら食べながら注文しながら聴いてください。Thank you.
4人バージのバージョンを取り入れてるという。で2曲目はタッパンクなんですけど、クラゲちゃんバージョンね、はい、でもこのアレンジはクラゲちゃんっていうバンドの、はい、そうですね、そういうのが結構あったりするなかったりするんですけどね。カバーのか、うん、次はね、鏡の中のアンナというね、ギターの教則本に載ってるような曲なんですけど、ニコラ・ダンジェリス、フランス人の曲と、ムーンライト、ブルーライトじゃなくてスターライト、昔ハウスの CM でかかってたという曲ですね。じゃあ続けていきましょう。ちょっと待って、まあこういう感じでやってるんですけど、質問したい、なんで口笛でやろうと思ったの？居酒屋とかでよく吹いてるんですよ、あの酔っ払って、結構サババ歩くの好きで、でそういうとこで吹いてると、最初はうまいうまいとか言われて、最後はこう、まあ、うるさいって言ってこうでそこを椿さんに会って、いやこれはなんかライブした方がいいっていうことで拾ってもらわれたんです。浦島太郎ですね。決められてるカメを出せた。すごい関係性の2人組。こっちはねハードロックのバンドとかやってるんですよ。映画音楽とかの話でねあったんですよね、なんか。そうハードロック口笛。チューニング大丈夫ですか？はい。
バラードが多めになってますね。あそこノリノリの曲1曲しかないですけど、次からね、ブルーシリーズっていうのがあって青に関係する曲を続けてやっていくんですけど、次のやつはブルーサバンナというね、80年代のイギリスのエレクトロポップユニットイレイジャーというバンドの曲ですね。それをちょっとやろうかな。はい、じゃあいいですか。